こんにちは。こんにちは。魔力を少しずつ出す練習をしてたんだね。バンバンと出すのは得意だけど、少しずつ出すのは苦手ですから。そんな気はしてた。苦手なところを練習するのは偉い偉い。いや、その偉くなんてないですよ。ううん、偉いよ。普通は一人でやると自分が気持ちいい練習をしちゃいがちだもん。一人の時に苦手な練習できるって偉いよ。瑞葉ちゃんは偉い。私は自分に厳しくできないから、そういうの本当にすごいと思うよ。そんな褒められるようなことじゃないですってば。水葉先輩って可愛いとこあるよね。だね。
先に来てもう練習してるなんて。2年生って授業が早く終わったりしたの？ホームルームをブッチして場所取りをしてました。ブッチ？サボったんです。せっかく最初の合同練習なのに、この場所を別のサークルに取られて場所探しすることになったら嫌だなって思って。そっか、場所取りしてくれてありがとう。このくらい当然ですよ。うん、その気持ちは嬉しいけど、ホームルームをサボったりはしない方がいいかもだね。いいんです、私は問題児っぽいので、いない方がクラスのみんなも安心すると思うんです。そっか。そういうことならしょうがないね。じゃあ次があったらまた場所取りをお願いしようかな。いいですよ。集まってるね。いいよいいよ。全員は揃ってないか。律は協調性がないんだからな。協調性がないのは認めるわ。うわでも平然と教室を抜け出すあなたに協調性について言われたくないわね。いるならいるって言うんだ。また一年生に何かするんじゃないかと警戒していたのよ。そんな心配しなくても大丈夫なんだぞ。大丈夫？そんなこと言われても説得力がないわね。変な正義感で騒ぎを起こされると結局私が迷惑することになるのだから。うん、怖い話はその辺にしてもらおうかな。全員揃ったし、第1回バリアント合同練習をやっちゃうぜ。
やったぜ。わあ。さて最初は1年生を中心にやっていこう。魔法を使えるようになったばかりのルーキーだからね。よろしくお願いします。どんな練習をするんでしょうか。最初はやっぱり基本的なことだよね。がよくやってるんですか。あ、そうそう、大臣たちを集めて消費税を 100% にする話をって、そんな閣議じゃないよ。格闘する技と書いて閣議だよ。格闘する技ですか。それが基本なんですか。そう、立派な魔法使いになるのがアイリス生徒の目標。そのために閣議は外せないんだよ。将来どうなるかわからないですけど、軍や警察や警備会社への就職を目指してるわけじゃないんですけど。そういうとこを目指さなくても閣議は必要なんだよね。本当は必要じゃなければいいんだけど。ずっと実験室にこもるような就職先でも閣議は必要。どうして研究室にこもる魔法使いに閣議が必要なんですか？我々魔法使いはね、危険な存在なんだよ。それはわかりますけど。
クラウンとバローズとでは魔法の使用について考え方の違いがあるってことは座学でもやったかな。教科書の目次にそういう項目あった気がするけど、まだやってないと思うよ。1年のこの頃はまだ基本も基本の部分ですよ。使うための精神コントロールの仕方とか魔法の分類とかで歴史的なことはまだです。そっか、もうずっと前のことだから忘れてたよ。じゃ先に教えておこうかな。よろしくお願いします。基本的な考えは、クラウンは世界を救うために魔法を使おう、バローズは人間を救うために魔法を使おうって考えるんだ。世界と人間ですか。なんとなくだけど、そんなに違わない気もしますけど。あのね、ひどい例えかもしれないけど、ビルから飛び降り自殺をしようとしている人を見た時の対処法が違うって話が分かりやすいかな。クラウンの基本理念に従うなら、自殺しようとしている人を魔法で助けたりはしないんだ。どうしてですか。誰かのために魔法を使うというのは因果律に反する行為だと考えるからさ。つまり魔法で運命や時間を変えてはならないってこと。じゃあクラウンの人は魔法を使わないってことですか。そんなことはないよ。もともと持っている自分の運命のために魔法を使う行為は許されている。他人の運命に安易に干渉するなということだよ。でも自分のために使っても他人の運命を変えるのでは。鋭いぞさつきちゃん。ありがとうございます。そこは哲学的で倫理的な議論があってね、ややこしいんだ。基本的に自分のために使う魔法はもともと使う運命の魔法だから、他人の運命を変えたことにはならないってことになってる。その…まあ、なんていうか、理屈だよね、理屈。それと違って、自殺はその人の運命。魔法を使って助けて、その人の運命を変えてしまうことに責任は持てるのか、ということなんだ。クラウンは歴史ある血族だからね。二
普通の人々と魔法使いたちとの軋轢をできるだけ少なくするためにそういう考えになったんだよ。昔々のお話だけど、人々が魔法使いを殺す事件がいくつもあったことくらい知っているわよね。魔女狩りですか？聞いたことあります。当人が良かれと思っても他人と関われば問題は発生するわ。私の顔をじっと見ながらそういう説明をするな！特殊な人間が人と関われば軋轢が生まれて、正しいことをしても断罪されてしまうことがあるわ。だからクラウンの人たちはなるべく人との関わりを絶ってきたのよ。私の顔をじっと見るなってば。一方バローズは一般の人々の中から生まれる存在だからね。普通の家庭で育った私たちの魔法使いという立場だったから、クラウンに比べて迫害はされなかった。だからバローズは自然と人々のために魔法を使っていこうという考えになっていったんだよ。自殺しそうな人がいたら積極的に助けるのがバローズ。まあ目の前で人がビルから飛び降りたらクラウンだろうとバローズだろうと助けちゃうとは思うけどね。クラウンとバローズの間ではいろいろ問題が発生したんだけど、まあいろいろあって魔法使い連盟が設立されて、とりあえず仲良くやろうってことになったんだ。それぞれに独自で魔法使いを育成するのはやめて同じ施設でやることにしましょうってことになったの。互いのことを知る機会は多い方がいいからね。それがこの共同学園アイリスなんだ。話がそれちゃったね。考えの違うクラウンもバローズも共通している絶対に魔法を使ってもいい時というのがあるんだ。なんだと思う？天才の時とかでしょうか？違うね。クラウンの考えに従うなら天才は運命だから魔法で阻止しようとはしないよ。もっとも台風や地震を防ぐ魔法なんて存在しないけどね。じゃあ救急活動は天才と同じですよね。具体的にはわからないけど、理不尽な出来事があったらとか。考えとしては悪くないね。答えは魔法使いが暴れている時だよ。
その時私たちは絶対に魔法を使うべきなんだ。魔法使い連盟や警察に連絡するとかじゃダメなんですか？連絡は当然。今話しているのはそこから先の行動だよ。できるなら制圧する、できなければ被害を最小限にするんだ。私たち魔法使いが差別されているのは分かってるよね。差別ですか。魔法使いが暴れているだけでも差別はひどくなるのに、それを見過ごしたらもっと差別がひどくなる。魔法使いが起こした事件は魔法使いが解決したいよね。だから閣議ですか。でもその私より圧倒的に強い魔法使いだったらどうしたらいいんでしょうか。その時は応援が来るまで時間稼ぎをしたり、周囲の人々が怪我をしたりしないように行動しなきゃいけない。そういうことの基本としての閣議なんだ。それに体を動かしながら魔法を使えば自分に何ができて何ができないのかを知るきっかけになるしね。でも閣議って戦うことですよね。私柔道も剣道もしたことないですよ。ふふーん、私は小学生の時に空手やってた。仲間だと思ってたのにずるいよ。別にずるくはないでしょう。外にはいろんな考えの人がいて、いろんなことをしてくるわ。魔法使いが嫌いな個人や集団がいるわ。魔法使いが嫌いな魔法使いだっている。最低限、自分の身を守る技術は必要というだけのことよ。自分の身を守るですか。自分の身を守れなければ殺されるわ。悪い魔法使いだと勝手に判断して殺しに来る連中だっているわ。りっちゃんの言っていることは完全に正しいけど、今はそこまでにしておこうか。可愛い後輩を啓蒙するためとはいえ、辛いことを全部話す必要はないでしょ。別に辛い話なんかじゃないです。
とにかくだ、さつきちゃんもスバルちゃんも普通の人間ではなくなったんだ。魔法使いなんだ。特殊な存在っていうのは目立つからね。それだけで暴力を受ける可能性が高まるんだ。悲しい話だけど、身を守る術が必要という話でもある。ごちゃごちゃ言ってないで、さっさと練習をしましょうよ。こういうのはやってしまった方が良くないですか。普通は納得してから練習したいって思うものよ。口で納得するより体で納得する方が理解が早いんだぞ。あなたのそういう体育会系なとこついていけないわ。体育会系じゃない、私は理不尽なことを言うやつは嫌いなんだ。つむぎ先輩が温泉に持ってきたボードゲームだってプレイしながらルールを覚えたんだぞ。それと一緒だ。そういえばそうだったね。最初は言葉で教えたってなかなか理解できないんだ。やりながら教えた方が理解は早いに決まってるじゃないか。うん、みずはちゃんの言うことも一理あるね。よし、私が相手してあげんだぞ。二人一緒でいい。やめておきなさい、あなたはすぐに理性を失ってしまうわ。そんなことない、私をバカみたいに言うのはやめるんだ。悪習の時に失ったばかりでしょう。私が相手するわ、それでいいかしら。私とやりたくないなら紬先輩か奏先輩でも。あ、奏先輩はないですね。そうだね、私は遠慮しておこうかな。私から先にやるってことでいい？もちろん、どうぞどうぞ。それではリツ先輩、よろしくお願いします。じゃあ、二人以外は下がって下がって。